皆さんこんにちは。1970年代から日本の演歌歌手として活躍されてきた細川たかしさん。そんな細川たかしさんですが、なんと再婚をしていたことが2024年1月10日に分かりました。お相手は誰なのでしょうか。そこで今回は再婚についてご紹介していくとともに、海外で売春行為をしたという噂について、また細川たかしさんが所有する豪邸の火災、奥様の死、そして奥様が残したその遺言について言及しつつ、細川たかしさんの現在など様々なニュースについてお話ししていきたいと思います。ではまず海外での売春の噂についてご紹介していきます。2014年、台湾の台北市内にてデビュー40周年記念コンサートを開催されました。細川たかしさん自身9年ぶりの台湾公演で、北酒場や新曲演歌船などを含む約20曲を熱唱し、ファンを魅了したといいます。問題となったのはその夜の出来事でした。関係者の方々と日本人向けのスナック並ぶ一角へ向かった細川たかしさんは、ある店に入りお酒を飲んでカラオケで大盛り上がりしたそう。その店内では30代の黒髪の台湾人女性と寄り添っていたといいます。午前2時頃にお開きになると、細川たかしさんはホテルへ。すると先ほどの黒髪の台湾人女性が関係者に付き添われて細川たかしさんの部屋を訪れたといった内容のニュースが、現地紙であるアップルデイリーに大々的に取り上げられました。その上、同紙のウェブサイトには店内での様子や女性が細川のホテルを訪れる動画までバッチリ上がっており、翌朝同紙の直撃取材を受けた細川たかしさんは、知らない、わからないと話されていたそうですが、騒動が大きくなってしまったばかりに事態の収拾は難しくなってしまったようです。時は流れ4年後の2018年11月、札幌市北区新川2条1丁目の9階建てビルである T&K ビルの5階の住宅一室から出火し、室内の玄関部分が焼けてしまうといった火災が発生しました。住んでいる人に怪我はなかったそうですが、なぜこの火災のお話をしたかというと、ビルは細川たかしさんの所有ビルだったためです。細川たかしさんは当時不在だったようで、最上階にある自宅に被害はなかったそう。ビルのうち2から5階部分は賃貸住宅やテナントとしているようで、細川たかしさんは怪我人がいなくて幸いだったとお話しされていたようです。そんな豪邸を持っていた細川たかしさんは現在も日本を代表する歌手として有名ですが、年収の方も気になりますよね。残念ながら現在の年収は公開されていませんが、1999年に発表された歌手の納税ランキングを見ると、歌手の中でランキング14位とトップレベルを誇っています。納税額6548万円で、推定年収は1億8400万円だそうです。昔から考えるとピークは過ぎ、若手の活躍が著しい中で、現在もテレビ出演もされていますし、地方公演も頻繁にやられているようなので、現在も人気と年収は安定されているでしょうね。話は戻りますが、自宅が火事になるなど悲しい出来事は続いた同じ月の末頃、細川たかしさんの妻である細川和子さんが他界されました。細川和子さんは70歳だったようで、細川たかしさんは報道各社に宛てた文書にて、45年間連れ添った妻が1年半前から闘病していたことを報告されました。個人の意思により近親者で葬儀を済ませたそうです。細川たかしさんは下積み時代に札幌のナイトクラブで奥様に出会ったそう。細川たかしさんはナイトクラブで歌を歌い、奥様は従業員という関係だったそうです。奥様は一般人で、細川たかしさんより2歳年上の方でした。奥様が当時、年下には興味ないと話したことから、奥様に一目惚れした細川たかしさんは自身の年齢を偽って奥様に猛アタックしていたそうです。その後交際に発展し、そのまま1974年に結婚されたそう。翌75年のデビューを後押しされたのも妻である細川和子さんだったといいます。細川たかしさんには一人息子がおり、息子さんは細川丈さんといい、ゆぎゆゆ名義で作詞家として活動しています。細川たかしさんのこの青い空には、城崎蓮華、
綾色の恋は息子さんが作詞を手掛けています。細川隆さんの事務所からは奥様の死因や病気は公表されていませんが、息子さんが SNS で間質性肺炎の影響による胸部大動脈瘤破裂と綴られていました。しかしこの投稿は削除されているため現在見ることはできません。関係者によると細川隆さんはその日は仕事で、その仕事は美空ひばり音楽祭でハワイであったために妻の最後を看取ることができなかったといいます。しかし細川隆さんは悲しみを悟られないように見事にステージをやり遂げたそうです。そしてその奥様の遺言について少しお話ししていきたいと思います。ネット上で細川隆さんの奥様の遺言について調べてみると、必ずと言っていいほど載っているのが奥様の口癖について語られている細川隆さんのお話と、2020年に細川隆さんが出演された歌コンでの出来事のお話です。まず奥様の口癖についてですが、細川隆さんは1975年のデビュー前から陰ながら支え続けてくれた妻を亡くし、言葉にならない悲しみではありますが、いつも明るい隆さんでが妻の口癖でしたので、今後も明るい細川隆で頑張ってまいりたいと存じますと綴りました。細川隆さんが今でも元気に活動できている背景にはやはり奥様のお言葉があるのでしょうね。また細川隆さんは2020年11月25日に NHK の歌コンという番組に出演されました。その時デビュー曲である心残りを披露されましたが、その時細川隆さんが歌いながら号泣されたことが話題となりました。番組内で涙を流しながら歌っていたのですが、最後まで歌うことができなかったほどだったそう。歌手として最後まで歌うことができないというのは少し屈辱的な出来事だそうですが、おそらく奥様のことを思い出し感極まったために歌うことができなかったのではないかと思われます。何しろその心残りという曲は細川隆さんが奥様を北海道に残し単身で東京に赴きメジャーデビューを果たすことができた曲ですから、さまざまな思いが細川隆さんの心に浮かんだのではないでしょうか。まさにそのタイトルの通り心残りだったのでしょうね。細川隆さんにとっては心残りはデビュー曲である以上に思い出深い一曲であったのではないかと思われますね。細川隆さんが一歌手として曲を最後まで歌えなかったことより、奥様のことを思い出し心情的に歌えなかったという事実の方がファンの心に残ったようです。この歌を聴いて、このステージを見て、細川隆さんの人間性に触れたことによりますますファンになった方も多かったと聞きます。そんな細川隆が再婚していたことが2024年1月10日に分かりました。細川さんは事務所を通じ、年頭より様々なことがあり被害に遭われた皆様には心よりお見舞い申し上げます。私事ではございますが、この度一般の女性と入籍させていただいたことをご報告させていただきますと談話を発表。知人の紹介で知り合ったという一般女性と2020年の1月より交際させていただいており、来年の芸道50周年に向けて新しい伴侶と歩んでいくことを決めました。昨年6月5日に入籍し、芸道50周年に向かう本年、皆様にご報告させていただくこととしましたと報告しました。その上で、今後は2人で精一杯頑張って皆様に少しでも元気になってもらえますよう努めてまいりますと語りました。再婚をした細川隆さんのさらなる活躍にも注目ですね。いかがでしたでしょうか。今回は細川隆さんの再婚や海外での売春行為について、また自宅での火災に詳細や奥様の死、そして奥様が残したその遺言について言及しつつ、細川隆さんにまつわる様々なニュースについてお話ししました。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。